はぁ、ヒンメルってかっこいい。本当に、今更ながら気づいたが、ヒンメルは優しいし、かっこいいんだな。そうだよ、フリーレン。ヒンメルって勇者なんだよ。あんなに優しくてかっこよくて、しかも強い勇者なんていないって。ヒンメルのことを世界で一番好きなのは、この私かもしれない。いやいや、公式で、ヒンフリっていうカップリングができてるんだ。ヒンメルとフリーレン、これは絶対的なカップルだ。ふん、公式が何よ。夢女子を舐めないでちょうだい。私がヒンメルのこと大好きだ。私の方がヒンメルのこと大好きよ。私だ、私だ。よーし、こうなったら、ヒンメルの塗り絵対決で勝負よ。かっこよすぎる勇者ヒンメルを塗り絵で上手に塗れた方が勝ちってことでどう？その勝負、受けて立つ。動画を見てるみんなは、私とフリーレン、どちらのヒンメルの塗り絵の方が上手か、動画を最後まで見て、コメント欄に書いて教えてね。私の方が上手だと思ったら、コメント欄にフリーレンって書いてね。私の方が上手だと思ったら、コメント欄に愛って書いてね。ヒンメルの塗り絵対決、見る準備ができたって人は、グッドボタンを押してくれると嬉しいな。みんな見る準備できたみたいだな。よーし、じゃあまずは、うわー私からヒンメルを塗っていくわよ。めちゃくちゃかっこよくしてあげるんだから。ヒンメルの塗り絵スタート。ヒンメルはこのままでもかっこいいけど、ちょっと髪の色をアレンジしたらもっとかっこよくなると思うんだよね。うわぁ、素敵。ここもこんな風に塗って、で、目の色は、どんなのがいいかなぁ。ちょっとブルーに塗って、これだと青すぎるので、下の方を、薄いブルーで塗って、かっこよすぎでしょ。もうちょっと引きで見たらめちゃめちゃかっこよかった。ああ、やばい。そして、目の中に入れちゃいますよ。お星様。こんな感じの星にしようかな。おお、私とお揃いって感じ。そして目の輝きもプラス。わあ、キラキラしてる。かっこよすぎ。ちょっとアクアに似てない？アクアが勇者になったらこんな感じなのかな。かっこいい。めっちゃイケメンの勇者ヒンメル出来上がり。どう？かっこよく塗れたでしょう。確かにかっこいいけど、あまりにもアクアすぎないか？新解釈すぎる気が。よし、次は私の番だ。私もかっこよくヒンメルを塗っていくぞ。次は私がヒンメルを塗っていく番だよ。髪の色は、爽やかな青空のような色だけど深くてこんな感じの色だったかな。うんうん、確かこんな色だった。とても素敵な色だ。あとは目も同じような色だった気がするな。そして上の部分をちょっとこういうふうにしてと。こんな感じかな。で、グラデ
レーションコップ動かして、もうちょっとこっちの部分を大きくする、明るい部分を大きくして、これで内側からぼかして、いい感じな気がする。で、黒目の部分をしっかり描いて、おお、意志の強そうなかっこいい目だ。次は顔の色を塗っていくよ。こんな感じの色かな。あ、これだと瞳のところ白目の部分にまで肌の色になってしまっているので、ちょっと修正していくか。こんな感じに薄く線を引いて、で、で、ちょっとここがつながりすぎていると少し変な感じだから、この足でさっき塗った部分を消していくと、こうすると自然な感じになるかな。こんな感じでどうかな？よし、かっこいいヒンメル出来上がりだ。うん、なかなか上手に塗れたと思う。さすがね。動画を見てるみんなは、私とフリーレン、どちらのヒンメルの塗り絵の方が上手だと思った？上手だと思った方をコメント欄に書いて教えてね。私のヒンメルの方が上手と思ったらコメント欄に愛って書いてね。キラキラのお目目、サラサラな髪、かっこよすぎる。コメント欄に愛って書いてくれると嬉しいな。私のヒンメルの方が上手と思ったらコメント欄にフリーレンって書いてくれると嬉しい。確かヒンメルはこんな感じの髪色、そして力強い目だった気がする。みんなコメント書いてくれると嬉しいぞ。みんなのコメントで勝負が決まる。どちらが勝つのかコメント欄を見るのが楽しみだ。みんなぜひぜひ書き込んでね。それでは今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。